敵を勇士に一生を得たその命たどり着くに続く。せいやだけは絶対に死なせません。ペガサスを始末するのに、まずはお前を葬り去ってやる。フェニックス、貴様は掃除機でも私の邪魔をした。たっぷりと苦しませてから殺してやる。一騎、もはやお前の体内では私に近づくことはできない。早々に地獄へ送り届けてやろう。自身の剣がかすりもせんと笑わせる。今までの相手が通用したけど、私の前で貴様ごときの技など一切無力だ。さすがブロンズ最強の男の一貴様は死んだ者と思っていた。貴様シャカ貴様初めて心に迷いが生じた。迷いだった釈迦だ。さらにセイントに同じ技は通用しない。セイントの技は人間の命中の体力釈迦の余計なことをしてくれたのだ。まあいい、それが最大の剣によってお前に完全なる死を与えてやる。ゼードに潜みれたお前に僕より恐ろしい墓場を見せてやろう。一騎、一騎、不死鳥は何度も蘇るんじゃないのか。フェニックスと黒い聖域の同じ技が二度も通じる。おい、さあさあフェニックス、私に最後を見せてくれるのではないか。かかってこい。フェニックス剣の剣をくれてやる。お前は何が違う。お前は何度も地獄を味わってきたのか。もはや地獄に興味などない。今の俺がしなければならんことは、俺が世界中の聖夜を守ることだ。何を言っている。私のギャラクシーのエクスプロージョンか。おお、幻魔剣がここまでの威力を持つ。ひよこながら褒めてやるぞ、フェニックス。ここまで戦った貴様に対する褒美だ。しっかりと見届けろ、このゼミニ最大の剣ガラクシアエクスプロージョン。ガホこれでお前をかばう者はいない。今度こそ殺してやるぞ、ペガサス。セイヤ、セイヤ、セイヤ、あなたが希望、全ての人々の新たな希望、セイヤ。セイヤ、まさか残った俺のコスト。セイヤ、消えそうな俺の命を。
聖夜の後ろに浮かぶあのコスモ、ペガサス、ペガサスだけではない、聖夜の後ろに無数のコスモ、聞こえて、友の声が、兄弟の声が、そして、あなたの声が、みんなの声が、俺のコスモに響いてくる。勇気と力を与えてくれる。サガリ、お前の最後だ。今こそ邪悪を出す。